あ、11時になってた。これはびっくり。こんにちは。こんにちは。ということで、昨日はね、少々取り乱しましたが、一晩経って今日は元気に配信していきたいと思います。今日も可愛い、ありがとう。こんにちは。こんにちは。はい、今日の顔はこんな感じです。ちょっと待って、唇に、あ、どこだ、あと唇に色を塗りたい。こんにちは。みんな元気？こんにちは。ももちゃんもメイク配信してる。あ、そう、ショールームしようと思ってつけたら、ももちゃんがメイクって配信してた。どう？今日の顔みんな、かわいい？かわいくなくてもかわいいって言ってほしいんですけど。わがまま。こんにちは。今日の顔はこんな感じ。いい感じ、嬉しい。ということで、今日も元気に配信していきます。今日も顔バブいか。なんか今日もバブい気がする。なぜ最近、なんか21歳になったはずなのに、最近よりなんか顔幼くなっちゃった。メイクなのかな、メイクなのか髪の毛なのか。うわ、髪切り行きたいな。ちょっと近々切ります、整えます。毛先がポソポソしてるので、ちょっと整えてきます。こんにちは。前髪はマジで気持ち切りました、さっき。マジで気持ち、2ミリも切ってないけど。今日はね、休み。今日休みなんです。今の長さいい。でも今の長さ一番さ、髪の毛跳ねるのよ。後ろがさ、後ろがピョン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 してるの。そう、あとね、5センチ伸びればもうちょっと楽なのかなって感じなんだけど。あとさ、エクステつけてた時にさ、なじませるためにめっちゃ髪の毛すいてるからさ、その長い毛はここまであるんだけど、短い毛がまだね、なんかね、結構短い。これとかめっちゃ短い、ここまでしかない。全部同じ長さにしたいんだよね。こんにちは。だからちょっと整えるために一回病院行って、一旦多分短くなると思うわ。整えるとさ、ちょっと短くなっちゃうじゃん。一旦縮むと思います。次美容院行ったら。そうそうそう、
こんにちは。よいしょ。メイクポーチを一旦整理したいな。こんにちは、みんな。こんにちは。いや今日はよく寝たね。非常によく寝た。早寝したからね昨日ね。こんにちは。これ見て、鉄メイクするためだけに買った真っ赤なアイシャドウ。鉄のためだけに買ったんだから。こんにちは。皆さんは、でも今日は何曜日？木曜日ということで、お仕事に勤しんでらっしゃる方が多いのかしら。いかがでしょうか。いかがでしょうかね。忙しいのかなみんな。こんにちは。誕生日おめでとう、コメントありがとう。昼からお仕事で今向かってる。お、なんと仕事前に覗いてくれてるんですか。ありがとうございます。嬉しい。あ、療養中か。そっかそっかそっか。体調お大事にね。あ、ティッシュ落としちゃった。お大事にね、本当に。遊びに来たよ、ありがとう。こんにちは。月末で忙しいのにミスってリカバリーが大変。なんとミスはなかなか大変や。今日可愛さ爆発してる。やった。丁寧めにメイクしたよ。でも今日本当に嬉しい。やっぱアイラインちゃんとこうやってちゃんと引いた方がいいのかな。アイラインさ、いつも目尻しか引いてないんですよ。でも今日はなんかなんとなく全部に引いてみたの。やっぱ全部に引いた方が可愛いのかな。気づいちゃった。やっぱ世の中の女の子がちゃんとアイラインを引くのって可愛いからなのかも。おかしいな。やっぱ可愛いのか。やった方がね、ちゃんと。それはそう、それはそうだよ。可愛くなかった世の中の女の子みんながみんなやらないんだから。よいしょ。それは当たり前の事実だったのかもしれない。今気づくのは遅すぎたのかもしれない。よいしょ。それコロナかかった時全然療養期間ずっときつかったよ。1週間ちゃんときつかった。本当に死んじゃうんだと思った。もうこのまま、ああもうさやの人生はここで終わるやみたいな。そう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 、そのぐらいきつかったからわかるよ気持ち。だから無理せずね。なんかさ、その治ってっていうか、まあ、治ってんのか分かんないけど、その療養期間が終わってすぐにそのハードワークみたいな体を動かしたりとか結構大変なことしちゃうと後遺症が長引くって言いますよね。まあ私はそのタイプだったんですけど、終わった瞬間、療養終わった瞬間に舞台の稽古と武道館のリハが始まって、さあ後遺症でえらい苦しみましたけど、もう治りましたけどね。そうそうそう、
今はねもうね何にもないよ、その後遺症と呼ばれるような症状は一切ないね。そう、こんにちは。めっちゃきつかったわ、当時はね。2ヶ月くらい前の話ですけど、そうそうそう、だからあんまなんか徐々にエンジンかけていくのがいいっぽい。もう急にエンジン全開フルスロットルみたいな感じで動き始めちゃうと、まあ、少なくとも私の症状しか分かんないからさ、そのあれだけどサンプル数1だからあんまりあの科学的には数学的な観点で言うと全然信用できないんだけど、あのきつかったっすね。よいしょ。なんか記憶力の低下と集中力の低下と体力の低下、三大低下要素でしたね。それさ、エイトとキティちゃんコラボのバッテリー、モバイルバッテリー持ってってどこやったんだろう。もう見当たらないよ。よいしょ。次の月曜復帰やけど1週間休んだ分のハードワーク、いやそうだよね。社会人っていうかさ、普通にさ仕事してる人はさ休んだ分のリカバリーでさよりハードワークになるよね。なんかどうにかならんもんかって感じ、本当にね。え大変だ。よいしょ。ねえキティちゃんのモバイルバッテリーちょっと一回探していい？あ待って、あ違うか、あ違うか。さあこの前愛媛に持ってってさからないんだよね。置いてきたことは絶対にないと思うんだけど、どこに片付けたんだろう。いつも同じ場所に片付けないからなくすんだよね。絶対この家のどっかにあるんだけどさ。あそう、全然全然関係ない。 あ待って、あった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 、来た、ありました。モバイルバッテリーもうさ3つぐらい持ってんだけど、なくして買ってなくして買ってみたいな。でもなくしたけどすぐ出てくるからさ、このモバイルバッテリーの充電器、これで充電できるか、え刺さんない、あ充電できてるわ、 OK。 これね最近ね携帯一日持たないんですよ、携帯触りすぎて。だからちょっと必要ね。ちょっとさみんな見て、新しく帽子買ったの、可愛くない、可愛くない、新しいもこもこ帽子、みんなどう、可愛くない、なんか汚れてる、ほこりが、一目惚れして買っちゃった、冬しかかぶれない帽子ね。そう、え可愛い、気に入ってます。キティちゃんは口がないよね。キティちゃんはなんかその見た人のその時の心の感情でいろんな表情に見えるようにあえて口なくしてるらしいですよ。そうだから悲しい時に見たらキティちゃんも一緒に悲しんでくれてるように見えるし、楽しい時に見たらキティちゃんも一緒に笑ってくれてるように見えるみたいな。そう
いろんな見方ができるように、あえて表情がないように口ないらしい。サンリオさんやるぜ。いや、愛媛に行くときはモバイルバッテリーってさ、預け荷物に入れれないんですよ。あの膨張して気圧差とかでさ、膨張して爆発しちゃったりするから、手持ちに絶対入れるのね。だからキャリーに入れっぱなしはないと名探偵さやかちゃんは思っていたんです。たらすぐ出てきた、帽子の下にいた帽子を机の上にフォンって置いてあったんですけど、そのままなく、あのその下にいた。すぐ見つかった。そう、この帽子かぶってまた自撮りするわ。でも最近飛行機乗るときにさ、その手荷物、機内に持ってく手荷物をもういかに少なくするかみたいな感じで、最近はね、前はなんかもういっぱい入れてたんだけど、いや邪魔だなと思って、いかに少なくするか。だからもうほんと財布とスマホとイヤホンとモバ充くらいしか機内に持ち込んでない。まあ1時間半ぐらいのフライトだからさ、それがさもっと長かったりとか国際線とかになったらいろいろもっと必要なものは増えるけど、もう最近それぐらい、まあ、あと飲み物ぐらいか。飲み物は持ってくな、さやすぐ喉乾くから。めっちゃ喉乾くんよね私。なんか1日2リットル飲む生活を続けてたら体が水を欲するようになっちゃって、めっちゃ喉乾く、なんか体質になっちゃった。でもなんかさ、飲めないタイミングってあるじゃん、なんかたまに。それで困るね、ああ喉乾いて枯渇してる水分っていつも思う。髪かわいい、ありがとう、伸びました、やっと女の子らしい感じの長さになってきた。なんかさ色茶色っぽくない？色抜けてきた？そろそろ。なんか下の方この辺黒いけどさ、この辺なんかちょっと明るいよね、光の当たり具合なのかな。でも茶色いよね、ちょっとさすがに色抜けてきたんか。なんか暗くしてさ全然色抜けないなと思ったけど、結構茶色いっすね、こうやって見ると。まあ今の色好きだけど。こんにちは。もう明るくはしないね、明るくしない、もう当分、もうほんと年単位でずっと暗いと思う。明るいのちょっとあんまり似合わなかったなって今思うと思う。結構やってたけど、あ赤とかオレンジとかやってたけど違ったな。しけんさんこんにちは。そう、今が最高。その赤いサインついた。あと手入れが楽、暗い方がそのプリンになったりしないからやっぱさ地毛が黒やからさ、暗くしとくとプリンにならないのよ。そう、あと私 そのパーソナルカラー的に私ブルベなんですよ。ブルベ冬なんですよ。ブルベ冬って黒が似合うんですよ。なんか金髪にしてた時とか肌色がやっぱ今思うと良くなかったね。今の方が肌白く見える。そうやっぱ合ってるから。だからまあ当分黒っすね。またいつか。でもこれはさ明るくしてみなかったら気づけなかったことだから、そう明るくしてよかったなと思うけど、まあ一周回ってやっぱ黒かみたいな。でもやってよかったね。やんなかったらさずっと明るくしたいなってなんか悶々としてたと思うから、一回やってよかったと思うけど、何が良くなかったって、明るくしたタイミング一番太ってたから顔まん丸やって、よりちょっと似合わなかったのよ。今の痩せてる状態で明るくしたらあの時よりもうちょっといいと思うんですけど
あの時一番かあの太ってた時だからよりちょっとあかんかった。そうそうそう、より良くなかったね。そう、今日の感じ、なんか今日漏れてるよね髪の毛がね。落ち着いたの今日は。いつもさ毛量すごい多いからなんかボワボワボワってなるんだけど、今日はなんかすごい落ち着いてていい感じなんですよ。いい感じ、めっちゃいい感じよ。ね、めっちゃいい感じ、最高。よいしょ。モバイルバッテリーってどのくらい充電時間かかるんだろう。まあ別に明日使うからずっと充電しとけばいいか一晩充電すれば満タンになるやろ多分。内巻きにすると大人っぽい。確かに、そうサラサラだよ。最近ケア頑張ってるから髪の毛サラサラやし、こうやって天使の輪っかちゃんとつくぐらいちゃんと反射するよ光を。最近サラサラ、あ最近ニキビももうなんか消滅した。ニキビ跡もほぼ消えたよ。まあの後はちょっとまだ残ってるけど、新たなニキビはもう生成されなくなった。皮膚科ってすごいぜ、みんな聞いてくれ。皮膚科って出る薬ってすごいよ、ちゃんとニキビ消し去ってくれる。あれマジですごい。やっぱ早く病院行けばよかった、めんどくさがらず。びっくりしちゃった、すぐ治った、すぐ治ったよ。化粧水新しくするとかじゃなくてまず皮膚科に行くべきだった。めっちゃ楽やったわ、一瞬一瞬やった。こんにちは、ほんとかわいいな、嬉しい、ありがとうございます。最近ほんとかわいくなりたすぎてずっと鏡見てる。なんかさ鏡見るタイプってよ、いっぱい鏡見るタイプって2種類あると思って、うわ自分の自分かわいいなかっこいいなってナルシストタイプと、マジでどこをどうやったらかわいくなれるんだろうっていう、そのなんていうの研究タイプの2種類があると思うんですよ。そう、私はもう後者、完全にずっと鏡見てどこをどうしたらもっとこう可愛くなるんやろうってめっちゃ見ちゃう。こんにちは。皮膚科ね安いよ、あの美容皮膚科とかだと分かんないけど、普通の皮膚科はさ全然保険適用だから全然安かったよ。全然、まあお薬代合わせると1000円ぐらいはした気がするけど、診療300円とかだったよ、390円とかだったいや安っ、安っ。しかもさ病院さめっちゃ口コミ見るタイプやからさ、めっちゃ口コミ見てさ、なんかいい先生のとこ行ったからめっちゃ良かった。なんかめっちゃ丁寧に説明してくれた、なんか絵まで描いて、ニキビはねこうやってこうこうこうでこうやってできるからね、でねなんか薬は何種類かあってねこうこうこうなんだけど、あなたの場合はそんなにひどいわけじゃないからそんな強いやつじゃなくていいと思うからね、なんとかってやつにねしたらいいかなと思うよ。多分ね乾燥肌だからねこれ使うとね強すぎてね逆にねあのカサカサしちゃうかもしれないからねみたいな、めっちゃいいおじいちゃん先生やっためっちゃいいおじいちゃん先生だったよ、めっちゃ教えてくれた。そうなんとかって薬はねそうピーリング効果があって、その角質をね全部落としてくれるんだけど、ちょっと強くてね乾燥しちゃうからね、あなたの肌に乾燥しちゃうからね良くないかもねみたいな、めっちゃ教えてくれた。マジこんな感じの話し方だった、激優しいおじいちゃんやった丁寧。
でも一応聞いてくれた、どっちがいいって。多分こっちのそんな強くない方でいいと思う、治ると思うけどって。そうそうそう、あ、じゃあ一旦それで、ね、治んなかったらまた来ますみたいな。治った本当にそれで治った、あら早いわっつって。本当にね1週間ぐらいでね、なんか新しいニキビ一切消えてったよ。そう、まだね、あとはちょっといるけど、徐々にね、まあ、さや、あの潰したっていう前科があるんで、あの時間かかります。まつげはね最近ね伸びた。まつげ一回さやね全然なくなっちゃった時あってさ、そう、まつげはげかけた事件があったんだけど、大事にして今伸ばしてる。でもさ、あんま長い方じゃないんですよ。なんかあやねちゃんとか本当に長いんだけどさ、可愛い子ってまつげ長いよね。まつげも伸ばしたい。最近いろいろ気使ってるな、割とシャンプーも肌もいろいろとね。あと近々お医者さん関係だと歯医者に行きたい。そろそろメンテナンスしないと虫歯いるんじゃないかっていう。なんか私すごい虫歯ができやすい歯なんですよ、弱いらしくて。そう、歯がめっちゃ虫歯なりやすいから、なんか歯医者に行くと毎回歯磨き褒められるんだけどそう、歯医者で歯磨きはすっごい褒められるんだけど、歯が弱すぎてめっちゃ虫歯なるから、ちょ定期的にメンテナンスに行ってどうにかしてもらわないと。あの歯周病の検査もしたい。隙間にこうやって針入れるやつ、あれねチクチクするよね。こんにちは。そう、親知らずは、抜けって言われてるけど全然抜けるタイミングなくて、まだ半年ぐらい経っちゃった、抜けって言われてから。今年の春ぐらいにね、なんか歯医者さんに抜きましょうかって言われたんだけど、前髪昨日より短くなった気がする。え、マジ2ミリぐらい切った、マジでミリだよ。あとちょっと巻いてるかな今日。そう、でもよく気づいたね。そう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 、こんにちは。それこれ以上運動したらなんか多分体壊れちゃうかも。毎日平均して10キロぐらい歩いてるしさ、プラスでダンスもしとるしさ、筋トレもしてるんだよ。これ以上筋トレしたらそれ多分辛いかもしれない、体が。運動したらカルシウムはさ、最近牛乳を毎日2杯ぐらい飲んでるから、なんかあの栄養管理のアプリに入れてて、そこに食べたもの全部入れてんだけど、カルシウムのこのグラフだけいつもピヨーンってなってるそう、カルシウムなんかこのぐらい取りましょうねの基準値を倍ぐらい毎日超えてるから、そうそうそう、これ以上なんか対処はできない気がする、その体の内側からという点ではね。まあもう歯が弱いんだよな。そうそうそう、昔からそうです。定期検診そろそろ行かねば。なんかね、親知らずは上の歯はもう完全に外向いてるんだけど、しっかり生えてて、で歯磨きも届いてるらしいから、上はまあとりあえず抜かなくていいんだけど、下がなんか半分ぐらい埋没してて、そう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 、虫歯の温床になるから下は2本とも抜いた方がいいねって言われてて、そう近々抜きたいんだけどさ、そのまあ多分私腫れるんですよ多分ね、多分結構腫れるタイプ、
だからやっぱ5日間ぐらいこう大きな何か仕事がない時にしたくて、なかなかね最近3日おきぐらいにね公演が入ってたりするから、なかなかねタイミングがありませんでしてね。そうそう、まあぼちぼち5日抜きます。スケンさんこんにちは。上の歯に関してはさ、親知らずの1個手前の普通の永久歯がもう斜めに向き生えてるからさ、なんかもうどうしようもない。歯列矯正したいけどね、本当は。あんまりね超綺麗なわけじゃないんだよ、別にガチャガチャもしてないけど。あと刃がめっちゃ尖ってる、みんなに見てほしい刃がね、鋭利刃が鋭利なんです私。口がさ、あのここに刃あるんだけど、唇が刃の形にちょっとここクッてなってるの分かる？笑った時に刃にかかってんの。うん、どうでもいいけど。そんな感じです。なんか唇が刃の形にこうやってちょっとかぶさってるから、普通にちょい笑いぐらいだとね刃出てこないの。でもこうやって大笑いすると見えるって感じ。そう、私の歯歯を見せてどうすんねんマジで。なんでこんな歯を見せてんだ。さ、歯です、私の歯事情でした。誰が興味あるのか分かんないけど、私の歯の事情でした。とさ、下の歯はね前歯ね一本ないんですよ、普通の人より。前歯3本だから、下の歯は前歯3本です。刃と刃の間普通4本あるんですけど3本です。芸能人は歯が命って昔流行った。でもハリウッドのさ俳優さんとかってもうピッカピカにするよね。そう、ピッカピカだよね、歯真っ白。それもホワイトニングしたいんだよな。毎日コーヒー飲むからさ、あとちっちゃい頃は毎日麦茶飲んでたからさ、真っ白じゃないんだよね。茶渋たちがピカピカにしてみたい一旦。まあ、歯一本少ないよってことだけみんな教えてあげるよ、みんなに教えてあげる。遺伝です、母と同じ歯がないから遺伝です。だから下の歯センターがいるんだよね、センターいる。普通さ人間の体ってさ、まあ、外見は左右対称じゃないですか。なんか内臓はさ全然左右対称じゃないけど、外見は基本的に左右対称なんだけど、歯だけはねセンターがいます。そう、でもなんか最近ねなんか人間の体の仕組みみたいなさ YouTube めっちゃ見るんだけどさ、あの外見はさこんなに左右対称にしっかり作られてるのにさ、内臓とかってさ全然対称じゃないの、なんかすげえ不思議だなって。なんでそうなったんだろうって。なんか別に外見も左右対称である必要ないだろうし、内臓はなんで左右対称なんなかったんだろうって、なんかすごい急に気になったこの前。人間の不思議、人間だけじゃないけど動物みんなそうだけどさ、こんにちは。視力さえ悪いよ 0.1 ぐらい。そう、両目とも 0.1 ぐらいだから、コンタクトないと普通にちょっと生活できないぐらいには悪いです。でも 0.1 からもう4年ぐらい変わってないですね。
いや、これ以上悪くなりたくないですけどね。本当に大変なんだから。学校の授業で今タブレットを使って先生にバレないように書類を見ます。うわー、絶対にバレるよ。意外と先生見てるぞ。怒られないでね。歯磨きは何分間くらいするの？でもさ、最近さ、まあ、その朝は別に普通に、なんかあんま分数数えたことないけど、夜はお風呂入りながら歯磨きするから、湯船浸かりながらね、だからめっちゃ長い時ある。ボケーって磨いてる。でもあんま気にしてないかも。なんかこうちゃんと磨けたかどうかをいちいち確認しながらさ、こうやってカシャ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 ってやってさ、カシャカシャカシャ、上の歯カシャ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 で、歯の内側こうやってやって、外側をやってみたいな、こう部位ごとに分数数えたことない。でも3分以上は確実に磨いてるね。気づいたら5分とか経ってるもん、歯磨きながら。そうそうそう。でも肌は配信だとさ、映んないんだよね、あんまり。これちょっとここに影映ってるの分かる？これとかさ、配信だとあんまりね、やっぱ画面越しだと伝わんない。劇場のオンデマ見て、うわ肌汚って自分のことたまに思うから、配信だとね、やっぱ画質的な問題なのか、ショールームの機能的な問題なのか分かんないんですけど、あんまり分かんないんですよね。東京の生活慣れましたか？まあさすがにもう1年半経つんで、ぼちぼちですね。まあでもなんかパッて買い物行きたいとかなった時にすぐ近くに売ってるのはありがたいですね。やっぱ地元だと車出さないと何も買えないといけないからさ、田舎だから。そう、こんにちは。そんな感じ。今何時？おお、もう40分ぐらい経ってる。早いわね、時間が経つのが早い。まあぼちぼち終わりにしますかね。お昼の時間でございます。みんなは何食べるのかな。何食べますか。じゃあちょっと今日はそろそろランキング読んで終わりにしますね。13位三浦さん、ありがとうございます。12位日野にゃんまるさん、ありがとうございます。11位かぼちゃ先生、ありがとうございます。10位むっちょさん、ありがとうございます。9位ともつさん、ありがとうございます。8位ぽくれんぱさらんさん、ありがとうございます。7位としくんさん、ありがとうございます。6位ばいっこぞうさん、ありがとうございます。5位はさっぴさん、ありがとうございます。4位キラリって読むね、勝手に、ありがとうございます。キラリさん。3位おろろさん、ありがとうございます。2位あきみさん、ありがとうございます。1位はやすさん、ありがとうございます。仕事の息抜きになりました。あ、お仕事ここからも頑張っていきましょう。今日は多分夜配信はないと思います。すいません。ではまたね、ありがとう、バイバーイ。